タブリダソビエト社会主義共和国は、クリミアと近隣のロシア帝国時代にタブリダ県とされていた地域にあったソビエト政権。1918年4月30日から5月19日の間の非常に短い期間、ソビエトロシアの一員であった。ロシア帝国後に、ウクライナ人民共和国が主権を主張した領域を表した地図、ニューヨークタイムズ、1918年2月。 タブリダは、ウクライナの下にある。1917年の10月革命に続いて、クリミアタタール民族による政府は1917年12月13日に、クリミア人民共和国を宣言した。しかしこの共和国は、独立を長期間保つために運営しなかったため、1918年1月には、ロシア革命後に、旧ロシア帝国領各地で建国された他の、 新国家と同様、ボルシェビキ勢力に侵攻された。3月19日から21日にかけて、シンフェロポリで開かれたタブリダ中央執行委員会の布告によって、タブリダソビエト社会主義共和国は建国された。タブリダの領域は、クリミアとクリミア北部のウクライナからなり、クリミア北部の地域は、ドネツククリボーイロークソビエト共和国も領有を主張していた。 タブリダ・ SSR は成立から間もなくドイツ帝国のクリミア構成の支援を受けたウクライナ人民共和国の軍に侵攻された。1918年4月末には委員会のリーダーであるアントン・スラッキを含む中央執行委員会と地方人民委員会の大部分と地方ボルシェビキの議長であったヤン・トルワッキー等はアルシュタマで侵攻してきたドイツ軍に逮捕され銃殺された。 こうしてタブリダ SSR は四月三十日までに廃止された。侵攻に続いてドイツの保護下でクリミア地方政府が設立され、初期にはマッチサルキウィックスが後にはソロモンクリムの下で行動を行った。白軍義勇兵が敗北した後、一九二十年代後期にソ連軍の支配が確立すると過去にタブリダ SSR であった地域はソビエトロシアのクリミアアスアと ウクライナ SSR に分割された。現在ではこれらの地域はすべてウクライナ領になっている。ありがとうございます。